ゃあサスケ、嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望はある。一族の復興と、ある男を必ず殺すことだ。ここで強い奴と戦いたかっただけだ。そしてそいつらはここにいる。俺はお前とも戦いたい。本当に嬉しかった。サスケが俺を認めてくれた初めてのこと。そういうのが図に乗ってるって言うんだ。てめえと俺が対等だと思ってんのか。俺は一度もお前に劣ってるとは思ったことはねえよ。目障りなんだよ。やめた。サスケ、二人ともやめて。止めきれねえ。大丈夫、また昔みたいに。ここは終末の谷と呼ばれる国境だ。ちょうどいい舞台じゃねえか。なあナルト、そろそろしまいにしようぜ。に君を追うのには何か訳がある。君とのつながりを切るまいと、つなぎ止めておこうと必死になっとる。僕にはまだはっきりとは分からないけど、サスケ君、君には分かってるはずだ。あんたを恨み憎み、そしてあんたを殺すためだけに俺は。生きてきた。お前は復讐に生きることを決めた。認めてやるよ、お前は強い。お前も俺と同じ孤独の痛みを知る者だ。その痛みが人を強くする。このつながりを断つことでさらなる強さを手に入れる。なんでだ、なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。ねえてめえに俺の何がわかるってんだよ。初めから一人きりだったてめえにわかるってんだ。つながりがあるからこそ苦しいんだ。それを失うことがどんなもんか、お前なんかに分かってたまるか。俺にとってエロ仙人はかけがえのない家族だった。死んだって聞いた時って言っていた。絆を失うことの辛さってやつが初めて分かった。今サスケの夢を見てた。